こんにちは、目黒区の自律神経救世主、久松です。今回は、自律神経を満たしてしまう良くない姿勢についてお話しいたします。自律神経が乱れる原因というのはストレスや体の疲労、内臓の疲労などによっても引き起こされますけども、この首の血流が悪くなることによって、脳に行く血流が少なくなり不調を起こしてしまうということもかなりあるんですよ。座っている時の姿勢については以前もお話ししましたけども、今回は、横になっている時に自律神経を乱してしまう原因となるような姿勢をご紹介します。2つご紹介しますので、皆様これをやっている人は十分ご注意ください。どういうような姿勢か、1つ目なんですけども、横向きになって、手で頭を支える姿勢、この状態やってる方いらっしゃると思うんです。何がいけないのかというと、この状態になった時に実はこの状態を支えるのにかなり首の筋肉に緊張を要してしまいます。緊張を要してしまいます。要はこの状態で本当に脱力して首がぐにゃーっとぐにゃーっともう重みに負けて手の圧力に負けて倒れてしまいます。そうならないようにしっかりこれ頭を支えるように首の力で入るんですよ、小さい緊張が。その小さい緊張が続くことにより首の血流が悪くなり筋肉が緊張して、で脳への血流も悪くなってしまう。それで首周りの筋肉も硬くなる。それは自律神経の乱れを起こすことの一つの原因となります。そして2つ目です。2つ目はうつ伏せになった時に、両肘で支えてこれで本を読んだりスマホを見たりすること。この状態やってる方いらっしゃると思います。これもね、自律神経みたいに引き起こります。なぜかこの状態で本当に脱力すると首がダランと下に下がって肩もダランと下に下がっていますします。これが本当の脱力した姿勢でも、これだと何にもできないですから、しっかり肩の筋肉、肩周りの筋肉を支えて首を上に上げるように力が入るわけです。それによってこの状態維持できるんですけど、この状態維持するのに当然背中周り、首周りに、筋肉に負担をかけてしまいます。それにより、首周り血流が悪くなり自律神経が乱れやすくなります。ですから、横向きになったりうつ伏せになったりするとき、十分この首への負担をかけないように気をつけてみてください。もしね、そういうのをやってると思ったら、もうその姿勢はなるべく取らないようにしてみてください。またこれをご覧の方で、もしもうすでに自律神経の不調がある、困っているということでしたら、私があなたのお役に立ちます。興味がある方、真剣な方は電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。